私と同級生のソフール、それを知って、あの同級生が活躍しているとなんかこう嬉しいじゃないですか。まさしくそうで、なんかずっとソフールが実は私と同級生でこう同じ時代を歩いてきたんだなと思って親近感がすごい湧いていたんですね。 で今日 CM を撮る時にその私撮影前に必ずヨーグルトを食べてあのヨーグルトジュースを飲んだりとかその自分で作ってなんですけど昔からしてたんですねだから家出る前にヨーグルトを食べて出るっていうのがもう本当にずっとやってきたことなんでなんて縁があるんだろうと <laughs> 勝手にでしかも同級生で活躍していてあなんかいい CM になるんじゃないかなってすごく思って今日はあのワクワクして。 天気もいいですししし最高な気持ちででここに来ましたた楽しかったです初めてなんですけど一応共演者の方がいらっしゃるんですけど全然姿が見えない天の声さんだったんんですねで天の声さんだからこうお芝居にはなるんですけど体がないけれど声でこうやり取りするので最初は本当に高い声のサロメさんが。 話すのので、ちょっっっともうあの笑ってしまって、し <laughs> まこんなに高い声で言われるとちょっと笑っちゃうんだなと思ったんですけどあのリアルな感じで監督さんがあのリアクションしてくださって構いませんっておっしゃったので本当に自分の素の状態で、えー、ナチュラルにお芝居させていただいて、まあ、お芝居というよりほとんど私ですね。<laughs> <laughs> あの私の普段の私がここに立ってソフールを手にして、えー、声をかけてもらったことに対するリアクションみたいな感じだったので芸能のお仕事を始めて30年去年でたったらしいんですが初めてのなんかこうナチュラル感というかあの本当にこう素の気持ちで、えー、ここに立てたという感じでした今日は。 あのルーティーンっていうのが意外にないんですけど最近そのルーティーンというよりも自分があの今まで人の目を意識してこう生きてきている部分が少しあったんですけど40歳を超えた頃から人の目を気にせずにやっぱり自分の気持ちに素直に従ってあの歩いていきたいなと思うようになっていて。 来たんで,す、ね、でそれから例えば友達とこうどっかに食べに行った時飲みに行った時何かをする時なんかにあのみんながじゃあ1人言った注文したものに「じゃあ私もそれ」って言ってあんまり自分のこう意見を言わずに今まで <laughs> 来たんですけど私は全然違うちょっとものが食べたいなと思った時にそれを言ってみようって思ったんです。で あの人と合わせるだけではなくて自分らしく自分の食べたいものをそこで言えるようになろうって思って最近はなんとなくそれをこうモットーにあの心がけているというか、えー、人と合わせるだけじゃなくて自分が素直に従って思うことをしようっていうことを最近 <laughs> してます。小さい頃うちの祖母が あの国語の先生だったんですねなので言葉をすすごいい大事にしている人だったんですあのどこから語源が来たかはそういう映画やドラマはあるらしいんですけど「いつも心に太陽を」っていう言葉があのうちの祖母がとっても大事にしていた言葉でこの言葉をいつもこう私は胸に抱きながら今日まで来てるなっていうなんかいつも大切にしていることってそれだなと思って。 なななんかかかこうう人生っってうまくいくいいいばっかりじゃないじゃゃですかもういろんな突然起きる辛い出来事とか悲しい出来事なんか当たり前のようにあるからそんな時でももう本当に落ち込んだり辛かったりした時でも必ずいつも心に太陽っていうのをこう思いながらあの今まで来たので、まあ、これをずっと大事にしてそうすると自分のことも照らせるし。 まあこういう職業柄やっぱり見てる方だったりが何か優しい光だったりあの輝いているもので心が少しでも救われたりとかなんてできたらいいなと思ってあの、はい、うちの祖母のその言葉が私の中ではずっと心がけるというより大切にしてきていてあの日々過ごしてます。 まずあの私ソフーールプレーンを今日も CM で本当の,あのソフールのプレーンのタイプを口に入れるんですけどホッとすするんですよねなんかあの、まあ、疲れた時っていうか仕事で疲れた時もそうなんですけどだいたい小腹が減って夜あ,のあんまりちょっとがっつり食べるのはなあっていう時にソフール食べようってなってあの 食べるとお腹にも,もちろんなんですけど匂いに癒されて気づいたらなんか本当にほっこりするなって思っていつもなんか夜ここ最近ちょっと私のブームで夜ヨーグルトいいんじゃないかなと思って朝にその飲んだり食べたりもするんですけど帰ってきて疲れた時にそうすると余計あのリフレッシュできてでそのさっきの,そのリフレッシュができるのがさらにレモン味になって。 これ私もともとレモンが大好きであの子供の頃牛乳とレモン合わせたら美味しいんじゃないかと思ってやったら分離しちゃったんですね。でなんかこううまくできないんだなと思ってでもなんかレモンとそのちょっとこう、まあ、乳製品というかこうあの合わせたりしたいなと思ったんですけどこれがうまくなんかマッチしていて食べた時にフレッシュなレモンの感じとかがするんですよ。それでさっぱりするから あのほっとするのとさっぱりするのでこう癒される感じがさらに深くなっていて、まあ、もうこれはもうちょっと夜のヨーグルトの,あのブームの中に一つ入ってきて、はい、皆さんがなんかこう、まあ、朝元気つけたいとかっていう時もいいんですけど夜その疲れを取ってさっぱりしたいなっていう時なんかもレモン味はまたすごくいいと思います。 皆さんこんにちは内田由紀です私が出演するヤクルトソフールの新 CM がスタートしますぜひご覧ください